ロドニー・クレイン・カルーは、パナマ運河地帯出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。首位打者7回、15年連続で打率3割の安打製造機。MLB 通算3053安打は、2017年にイチローに超えられるまで、米国出身以外の選手での最多記録であった。1945年10月1日、パナマ運河地帯を走る列車の中で、母が突然産気づき、たまたま乗り合わせていた医師、ロドニー・クレインのおかげでなんとか出産できた。彼の本名は、その医師の名前にちなむ。17歳の時に、ニューヨークに移住。当時は、ニューヨークヤンキースの黄金時代であり、それを見て野球に興味を持ち始めたという。1964年にミネソタツインズと契約した。1967年4月11日にメジャーデビュー。1年目は137試合に出場し、打率292、8本塁打、51打点でアメリカンリーグ新人王に輝く。1969年には、ビリー・マーチンが新監督に就任し打撃も向上。打率332で初の首位打者となった。1972年からは4年連続で首位打者となる。1977年、1978年は再び2年連続で首位打者となった。特に1977年は注目され、前半戦を終わって394の高打率を維持。1941年のテッド・ウィリアムズ以来の4割打者誕生なるかと期待されたが、388に終わった。しかし、自己最高の14本塁打、100打点を挙げ、アメリカンリーグの MVP を受賞した。1975年に2塁から1塁にコンバートされる。エンゼルス移籍後、ヤンキース戦でバットを振るカルー1979年に4対1のトレードで、カリフォルニアエンゼルスに移籍。1985年8月4日、古巣ツインズ戦にて、史上16人目の通算3000本安打を達成。同シーズンまでに3053安打まで記録を伸ばし、同年限りでエンゼルスを自由契約となる。翌1986年、オファーがなかったこともあり、シーズン中に現役引退を発表した。カルーの引退表明を受けて、最後にプレーしたエンゼルスは1986年8月12日に、カルーの背番号29をエンゼルス史上、選手として初の永久欠番に指定し、さらに1987年7月19日に、古巣ツインズでも、カルーの背番号29は2人目の永久欠番に指定された。1991年、資格取得1年目でアメリカ野球殿堂入りし、殿堂プレートのカルーはツインズの帽子をかぶっている。2008年、1992年から1999年まで永久欠番29を背負ってエンゼルス、2000年から2001年までミルウォーキーブルワーズで打撃コーチを務め、ティム・サーモンやギャレット・アンダーソン、ジム・エドモンズらを育てた。エンゼルスでのコーチのみならず、90年代のカルーは、マイナーチームや MLB 主催の少年野球教室でも講師として指導を行った。1995年9月に、娘のミッシェルが白血病と診断された。骨髄移植のドナーを探したものの見つからず、翌1996年4月に18歳で、亡くすという悲劇があった。2002年に、古巣のツインズとエンゼルスが戦ったリーグチャンピオンシップシリーズでは始球式を務めた。2004年1月19日、故郷パナマのエスタディオナシオナルでパナマがエスタディオナシオナルロドニー・カルーに改称された。カルーのエンゼルス在籍時の背番号29。カリフォルニアエンゼルスの永久欠番に1986年指定。カルーのツインズ在籍時の背番号29、ミネソタツインズの永久欠番に1987年、指定。ありがとうございます。